フィンガーピッキングの基礎的な動きを練習してみましょう。まずは親指だけで弦を弾いてみます。次に親指、人差し指、中指、薬指の4本でつまむように鳴らしてみましょう。最後は親指とその他3本の指で交互に鳴らしてみます。まず親指で鳴らし、続いて3本の指で弦を弾きます。